ミシェル・トラクテンバーグは、アメリカ合衆国の女優。トラッチェンバーグ、トラッテンバーグとも表記されるが、トラクテンバーグが英語での読み方に近い表記である。1985年10月11日、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークにて、ユダヤ系の両親のもとに生まれる。父親のミハイルは、ドイツ出身の銀行員。母親のラナは、ロシア人。姉がいる。 祖父母はイスラエルで暮らしている。3歳からテレビに出演し、100本以上の CM に出演。1991年、刑事、法廷ドラマ、ローオーダーでは、両親が治療を拒否したために死亡する少女を演じた。1996年、映画、ハリエットのスパイ大作戦のハリエット役で、初主演している。テレビドラマシリーズ、バフィー、恋する十字架で、 サラミシェル・ゲラーの妹を演じたドーン・サマーズ役で注目を集める。1996年公開のハリエットのスパイ大作戦でヤングアーティストアワードを受賞した。2008年からゴシップガールにジョージーナ・スパークス役で出演している。2009年コメディ映画セブンティーン・アゲインで17歳の姿に戻ったザック・エフロンの娘マギーを演じた。2013年 テレビ映画キリングケネディで、ケネディ大統領暗殺者の妻役を演じた。テレビドラマ、クリミナルマインド FBI 行動分析課第8、シーズン第12話に出演。テレビドラマ、NCIS、LA 極秘潜入捜査班第5シーズン第12話では、環境保護活動に熱心なリリーを演じた。2015年ドラマ、スリーピーホローで、 第2代アメリカ合衆国大統領ジョン・アダムズの夫人アビゲイル・アダムズ役で出演した。ありがとうございます。